どうも、ナイボです。というわけでですね、今日はですね、まあ、普段からね、別に他人に嫌われようと、ね、好かれようと別に関係ないよ、みたいな話にですね、近いことをよく言ったりしてるんですけど、でもやっぱり、例えば、ね、可愛い子には好かれたいってことだったら、男だったら思うかもしれないし、女性だったら、別にみんなに好かれたいとは思わないけど、そう、みんなに好かれたいは地獄の始まりですから、みんなに好かれたいとは思わないんだけど、この人には好かれたいって思うのは、まあ、悪い感情じゃないし、自然な感情じゃないですか。じゃあ、僕ら、もし、特定の誰かに、あ、この人に好かれたいなって思ったら、どういう風に会話をしたりとか、どんなことをすればいいのってことをですね、今日は一つご紹介したいと思います。会話をしている時にポジティブな感情を湧き起こさせてくれる相手に対して僕らはいい人だなっていうふうに思うんですよ。喋り方とか特定の仕草っていうのがやっぱり相手にネガティブな感情を与えちゃったりする場合があるんですよ。スマイルノッドカップリングっていうテクニックになります。相手に非常に強力なポジティブな感情を誘起させることができて、人間関係も良くなるし、いいイメージも出てくるんじゃないの。一瞬のスマイルって笑い方とうなずき、これのですねコンボっていうのは相手に対して最高にポジティブな感情を引き起こすと。作り笑いは良くないです。うなずくスピードはわざとゆっくりにしてください。実はですね、相手とコミュニケーションを取るのが上手い人っていうのは、まあ、当たり前なんですけど、相手に好かれやすいんですよ。で、相手に好かれやすいってどういうことかっていうと、会話をしてるときに、ポジティブな感情を湧き起こさせてくれるタイミングが多いとか、湧き起こさせてくれるような相手に対して僕らは、あ、この人と話して楽しいな、この人はいい人だなっていうふうに思うんですよ。逆に、ネガティブな感情を感じさせるような、これは連想でもダメなんですけど、連想させるような人ってのは、あ、なんかこの人良くないなとか嫌いなんだなとか悪いやつなとか思うわけですよ。例えば変な話、じゃあ、女性だったら、ひどい振られ方を男性にしたとしますよね。ひどい男がいたと。で、その人と、同じ名字とか、同じ名前とか、同じ会社とかのですね、人と会ったら、なんとなく嫌な気分になりますね。要するに、その人自体は悪くないんだけど、なんとなくネガティブな感情を感じさせることってあるじゃないですか。で、これ実は、今言ったみたいな具体的な情報とか名前でなる場合もあるんですけど、コミュニケーションのこの喋り方とか仕草とか、こういうので特定の仕草っていうのがやっぱり相手にネガティブな感情を与えちゃったりする場合があるんですよ。で、これよくもっとわかりやすく言うと、目が笑ってない人って言いますけど、こういう目が笑ってないっていうのも、やっぱりね、相手から見ると、いいイメージを与えないわけですね。自分のこと騙そうとしてるんじゃないかなとか、なんかね、本当はね、この人ね、本心を隠してるんじゃないかなとかって、そういう違和感を感じ取るんですよ。じゃあ、相手にポジティブな感情をなるべく多く与えて、ネガティブな感情を感じさせないようにするには、どんなコミュニケーションのテクニックがあるのか、今日これをご紹介したいと思います。今日ご紹介するですね、コミュニケーションのテクニックは、スマイルノッドカップリングっていうですね、テクニックになります。スマイル、ノッドですね。これ何かって、スマイルは笑うで、ノッドってのはうなずくって意味です。はい。この二つを、合わせた仕草ってのが実はですね、相手に非常に強力なポジティブな、感情をですね、勇気させることができて、で、人間関係も良くなるし、いいイメージも出てくるんじゃないのと。おそらく、いくつかのこれ、関連研究を調べてみると、30% 以上ですね、相手に対してですね、親近感を感じさせることができるので、まあ、1.3 倍、コミュニケーションが上手くなる、笑い方、うなずき方、これがですね、スマイルノッドカップリングです。具体的にですね、どういう実験かっていうと、これ、香港で行われた研究なんですけど、259人のですね、男女をですね対象にしたものです。でこれですね何をしたかっていうと、これ研究するときにですね、このチームはプロの俳優を雇うんです。で俳優を雇って、でどういう風にしたかっていうと、なんとその俳優ただでさえプロの俳優たちに1週間かけていろんな表情の作り方をトレーニングしまくるんですね。でどういう風なトレーニングしたかっていうと、ディシュンズスマイルって言ってここにさ目の横にこうカラスの足跡みたいなこうシワがいる本気で笑った時に出るですね、このシワがあるんですけど、ここにそういうシワが出るようなもう本気の心から笑ってるように見えるディシュンのスマイルって笑い方で笑った場合と、あとはこの目の周りは動かせないで口の周りだけみたいになるような、こう、いわゆるこう、目が笑ってないってタイプの笑い方ですね。で、これも、まあ、訓練してもらうんですね。まあ、要するに、本気で笑った時の表情を作る訓練と、本気で笑ってない時の表情を使い分けるように、俳優さんたちをトレーニングするわけです。で、この二つのですね、パターンに加えて、笑うのと同時に、まあ、いろんな、こう、タイミングで、笑いながら、笑いながら、ああ、なるほど、なるほど、みたいな風に、首を縦に振る、うなずくとか、うん、例えば顔をですね、こう小刻みに揺らすとか、なんかこう首を振るとか、なんかいろんなですね、この顔の動きっていうのをですね、同時に合わせたんですね。笑うだけじゃなくて、笑うのに対してうなずくとか、なんかちょっと首をかしげるとかでもいいし、なんか別な動きでもいいんですけど、顔にいろんな動きをつけて、笑ってもらうと、いうことをですね、行ったんですね。で、この訓練をして、で実際にどういう表情とどういう顔の動きが相手に好感度をですね、与えるのかと親近感を与えるのかということをですね、調べたっていうそういう研究。
なんですよ。で、まあさっきも言った通り、自信スマイルというのは本当の笑いで、目の周りにちょっとシワが寄るようなタイプの笑い方なんですが、これやると相手に対するですね、印象がすごく良くなるっていうのはですね、まあ前もご紹介したと思うんですけど、本気で笑った時に出る、表情をしてあげると相手からのですね、好感度が上がるわけです。で、この実験ではさらに、この表情に加えてボディーランゲージ、顔の動きですとか体の動き、どういう動きを加えてあげると、一番ですね、相手の好感度が上がって、でさらにこれ面白いのが、場の雰囲気、複数の人間がいる時のその場の雰囲気が良くなるのかってことをですね、調べたんですね。で、その結果何が分かったかっていうと、結構面白いことが分かりまして、当然なんですが、こちらが笑顔の時の方が、相手もですね、ポジティブな気分にはなります。これは当たり前なんですが、ただ、ポイントがあって、さっき言ったみたいに目の周りが笑ってないような笑い方、いわゆる、口の周りだけ笑ってしまうような目が笑ってないって状態だと、すぐにこれ 見抜かれちゃってですね、ポジティブな感情は起きなかったんですよ。むしろ反感が出るかもしれないと。だから笑う時っていうのは本当に笑ってるように見せなくちゃいけないと。で、これ本当に笑う時には、あんまりこう、ね、相手が言ってることを本当に面白いって思えない場合は、頭の中で面白い想像をして笑うようにするといいと思います。僕もよくこうやりますけど、自分の頭の中で面白いことを考えたりとか、過去にあった楽しいことを考えたりとか、あとはですね、相手の顔に頭の中で落書きするところをイメージしてですね、相手の顔を見たりとか僕しますね。そうするとね、ちょっとね、ベクトルは違うんですけど、本当に笑えるんですよ。っていうことをして、ちょっとおちょくるじゃないですけどね、頭の中でおちょくるみたいな、そういうやり方をして、でもいいんで、自分にですね、こう本当に笑ってるって表情を作ってあげた方が、関係は良くなるわけですよ。で、さらにこの研究の面白かったところが、いろんなじゃあボディーランゲージと組み合わせて、この笑顔が相手に与えるポジティブな効果が変わったのってことを調べたんですけど、その結果分かったのが、さっき言った本気で笑ってるディシュンヌスマイルって笑い方と、うなずき、これのですね、コンボっていうのが相手に対して最高にポジティブな感情を引き起こすと、普通に笑顔でいるよりも笑顔に合わせて、首をねこうやって、ああみたいな、あ、なるほどみたいな風に縦に振ると、いううなずきをですね、その笑顔と組み合わせることによって、めちゃくちゃですね、相手に対する好感度が上がったってことなんですよね。だから笑顔ってのは、うなずきとセットにすると、効果がありますよってことが分かったってのがこの研究なんですよね。で、研究チームは言うにはですね、これなんでこういう風になるのかっていうと、やっぱり、ね、笑顔とうなずきっていうのは、他人に対する興味の表れとしてですね、捉える、らしいんです、人間っていうのは。だから会話してる時に、うなずいたりとか、笑顔で相手と目を合わせるっていうのは、あなたのことを私は興味がありますよ、受け入れてますよ、あなたの目線から物事を考えられますよっていうアピールになるそうなんですね。で、こうすることによって、要するに、まあ、相手から見た時に重要人物、っていう風な扱いを受けるので、親近感が増したりとかね、好感度が上がったりがするんじゃなかろうかという風に言ってるわけなんですよね。はい。で、これ実際にね、こう、うなずく、のは結構重要で、やっぱりね、ちょっとですね、普段のコミュニケーションで、相手と顔が合ってる時にうなずく回数を増やすだけでも親近感が上がるみたいな研究がいっぱいあると思うんで、やっぱりね、相手から好かれたいと思う場合には、いつもよりも、まあ、笑顔、でいることと、笑顔になった時にはうなずく癖をつけておくということをやってあげる、つまりこのスマイルノッドカップリングでテクニックですね、これを使ってあげると、まあ、非常にですね、好感度が上がるんじゃなかろうかというお話ですね。はい、ぜひ試してみてください。一応注意点もあります。注意なんですけど、二つありまして、一つ目が当然ですが、作り笑いは良くないです。あ、やっぱりね、目がね、笑ってないってなっちゃうとダメなので、何でもいいんですよ。面白いことをね、思い浮かべるでもいいし、自分にとって幸せだったことを思い浮かべるでもいいので、相手の話がつまらないと思っても、楽しいことを頭の中の想像で補ってあげて、笑うようにしてみてください。これが一個目。あと二つ目なんですけど、うなずくスピードは、わざとゆっくりにしてください。僕もね、結構癖で、あ、なるほど、とか言っちゃうんですけど、うなずくスピードって、こう、ゆっくりしたですね、スピードでうなずく方が、相手に対して印象が良くなるという研究があるんですよ。うなずくスピードは速いよりも、みたいな。そう、もうゆっくりです。はーみたいな。そう、そういう風なうなずき方をしてあげた方が相手のイメージが良くなると。で、逆にですね、こう、コミュニケーションが苦手な人とか、コミュ力が低い人って、うなずくスピードが速いらしいんですよ。おーみたいな風に、うなずくスピードがですね、速いんですけど、こうすると、逆にですね、相手に対して、この人は神経質な人なんじゃないかなってイメージを与えちゃうってことが分かってるんですね。だからぜひですね、作り笑いをしないように楽しいことを考えて、笑いましょう。もし笑えない場合は。で、うなずくときには、なるべくゆっくり深くうなずきましょうというのがですね、アドバイスになりますので、ぜひ試してみてください。